れあれあれ、もしかして桐生さんですか？ん？うはー、本当に桐生さんだ。お久しぶりです。お前は誰だ？グビビビビ、ちょっとちょっと忘れないでくださいよ。育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた、ほら。育ち、あ、お、全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕は育ち安男、かつて育ち道場という道場を経営していたものです。桐生さんのお友達の冴島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、冴島の知り合いなのか。桐生だ、よろしくな。しかしさすが道場主だな、すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んだんです。門下生や冴島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけどね。そうなのか。もしかして何か重い理由があるのか。いや全然、土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。で、そのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやー、しかし道場を畳んで正解ですよ。こんないいジムができたら勝てるわけないですもん。あんな貧弱だった僕がこんな屈強な男になれるんですからね。そうだな、じゃあ俺はこれで。ちょ、キリュウさん。いや、キリュウ、待てこら。あ、なんだ。怖い。でもこれを乗り越えないと。よし、やいや、キリュウさんじゃない、キリュウ、僕と、いや俺と勝負してくださいな。勝負？お前と？そうですよ、僕はね、ずっと桐生さんや冴島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬にどれだけ近づけたのかをね。ああ、ちょっとちょっと、帰らないで。めんどくせえな。悪いが、そんなのに付き合う暇はないんでな。くー、いいもんいいもん。なら、こっちから行きますよ。ほら、ダメだ、全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね、僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていても、それを体でうまく実践できなくて。はあ、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃねえか。
やっぱりそうですよね。わかりました、キリュウさん。僕、この体を生かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、え？まだやるのか。もちろん、キリュウさんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もしキリュウさんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。ということで、またよろしくお願いしますね。それではさようなら。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。